明日天気が荒れらしい、なんかね雨降るみたいなね感じですよね。移動する日に雨降るのめっちゃ嫌だよね。わかる。外歩く予定の時に雨降るのめっちゃ嫌じゃない？雨、外出ない予定の雨の日は全然いいんだけどさ、髪の毛ボサボサするしさ、終わりって感じするよね。こんばんは。夜勤中を仕事頑張って。そう、なんかそしてね、テロップにも書いてある通り明日はお話し会、楽しみ。お話し会楽しみですね。なんかショールームみんなお話し会、明日はお話し会ってみんなテロップにしてたから、私もテロップにしといた。なんかさ、カメラ曇ってない？ちょっとガシガシするね。なんかちょっと曇ってる気がした。やちさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。29、30押し増しできない。え、本当全部ですか？完売じゃん。やったー、嬉しい。こんばんは。まあね、午後3部だから参加しやすい時間っていうのもあるかもしれないですね。やっぱ朝一とかだとさ、起きてない人もいるかもしれないから。ちゃんちゃんさん、くまちゃん、ありがとうございます。やったー。じゃあ今日は完売お祝いショールームだね。で、明日はちなみにショールーム500日目なんで、2日連続お祝いパーティー配信ですね。ねえ、やったー、ついにお話し会が完売と。去年のこの時期の握手会以来ですね、全完売は。やったー。みゆちゃんがスタイルいいメンバーにサイリンの子でした。え、なんかこの前ちょうどそのみゆちゃんとちょっと会う時があって、その時にわざわざ話しかけてくれて、サイリン本当にスタイルさらに良くなったよねって言ってくれて、本当ですかって言って、さ、足も長いし、そう、なんかボンキュッポンになってきたねって言ったから、いや胸はないですよって言っといた。そんな会話をこの前しました。そう、こんばんは。みゆちゃんお墨付きのスタイルの良さとこれから豪語していきたいと思います。え、私のスタイルをめっちゃいつも褒め、何？よく褒めてくれるメンバーは、あの阿部めいちゃんと下尾みゆちゃんですね。いつも言ってくれる。そう、嬉しい。なんかさ、2人ともスタイルいいじゃないですか。別に阿部めいちゃんだって背高くてスラッとしてるじゃん。でみゆちゃんも背高くてスラッとしてるじゃないですか。なんかそんなスタイルの良いお二人にスタイルいいって言ってもらうと、なんかすごい嬉しいですよね。え、下尾さんお墨付き強いよね。さやもそう思う。こんばんは。え、マジでめっちゃ嬉しい。食べめいちゃんね、今あれやってるから、ちなだだったかな、え、ライブやってますよね。なんかイベントみたいなやつ。しけんさん、こんばんは。こんばんは。めいちゃんとはマジ無理のゲネプロの時にマジで何年ぶりってくらい久しぶりに会って、ずっとお話ししてたんですけど、変わってなかったです、いい意味で。しけさん、こんばんは。こんばんは。いい意味で変わってなくて、すごい話しやすかった。
ても素敵ですな。この前お代理がツイッターで本物みたいな書いててめっちゃ面白かった。ファンの人がみんな本物だよってコメントしてるのがすごい可愛かったです。しけさんこんばんは。こんばんは。そう、何回か話したかもしれないけど、マジブリのゲネプロはクレニャンと横道ちゃんと阿部芽衣ちゃんと謎の4人でずっと行動してたんで。そう、私が「あっ!」って言って駆け寄ってずっと一緒にいさせてもらった。一緒にいる人いなかったし、なんか久しぶりに喋りたかったから。サリーはチームメイトの初代メンバーなんじゃないんですよ。私ね、チームメイトの3周年のね直前にね加入しまして、2代目ですね。でも2代目メンバーの中だったら入ったの結構早い方ですね。そう、ハッツの次なんで、もう私も5年目ですよ、こう見えてね。どう見えるかは分からないけれど。こんばんは。いや謎ですよ。なんかみんな OG の中に私ポツンといて、あれ元気だよねみたいな。いじり。そうスタッフさんからね。卒業したメンバーと連絡したりするの私全然しない。なんならさ現役メンバーとも連絡取らないから全然ほとんど取ってないですね。しけんさんこんばんは。こんばんは。全然苦手すぎて SNS 全部苦手なんだけどどうする？私昨日だっけ、さやが急にツイッターに写真2枚載せたの。それさ何気なくツイッター見たらさ、ツイートが5日前とかでさ、いやこれはやらなすぎだろうと思って。そう YouTube の宣伝のツイートだったの。しかもいやもうこれは良くないと思って急に写真あげました。はい。危機を感じた。そう危機を感じたね。非常に見ていただいた方はぜひ拡散してください。まあ、でも明日とかお話し会なんでいっぱいツイートできるかなって感じ。今日はお話し会ですっていうのと、お話し会ありがとうございましたのツイートが絶対にできるのでいいかなって。でもさ仕事もない時ってさ SNS で何更新したらいいか分かんないんだよね。今外も出れてないからさ、どっか行ってきたよもないじゃん。どっか行ってきたよもないし、今日はこれでしたありがとうございましたもないし、何を投稿したらいいか分かんないんだよね。 SNS 音痴すぎて。みんな何を投稿するんだろう、世の JKJD たちはね。困ったなーって感じ。ちょっとさ iPad 取ってきていい？よいしょ。よいしょ。はい、この海賊みたいなやつは新しいギフトですか？そういえばかわいいタコちゃん、タコちゃん。他のメンバーは旅行系の YouTube 上げてるけどやっぱりダメな感じ。今緊急事態宣言出てるから絶対ダメだね。絶対ダメだね。
またお蔵入りになっちゃう。もうなんかいつ取ってよくていつ取っちゃダメなのか全然わかんない。そう、前緊急事態宣言出てない時に取ったやつもダメだったから、だけど他のメンバーはあげてるから、なんかその LINE がわかんなくてもう怖くて諦めてます。はい、こんばんは。おたくはおしめが今日も可愛いってツイートするのよ。最高じゃん最高じゃん。やっぱ自分が思っている心の声の中で一番人に広めたいことを的確にね、端的にツイートするって大事ですよね。こんばんは。毎日可愛いってつぶやいてる。え、マジで嬉しい。でもさ、七子がツイッターでさ、サイリンメール、ハッシュタグサイリンメールっつって、私のなんていうの、メールに対するコメントみたいなのをさ、ファンの人が書いてくれてるやつを読んでるんだけど、いや嬉しいよね、やっぱみんな私を思ってあれしてくれてるのが嬉しい。しけんさん、こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。そしてお話し会よろしくお願いします。よろしく、楽しもうね。明日は早起き。明日はそんなにかな、普通ぐらい。なんかもう早朝とかってわけでは別にないですそう、今何調べようと思ったか忘れちゃった。こんばんは。で、楽しみ明日マジでって感じ。な、おだいりちゃんのリプライ今確認したわかわいい。ねえ、こうさ、おだいりちゃんのさ誕生日のさツイートの写真、マジなんか知らない方のためにざっくりご説明するので情報を見ようと思います。どこにあるんだろう、お知らせとかにあるのかな。あった、ゴールデンウィークはお家で配信しよう、いつか出かけるなら海派 vs ヤマハ開催のお知らせということでですね、海派 vs ヤマハに分かれてのチーム戦、勝ったチームの上位ルームには海や山それぞれのテーマにちなんだ特典をプレゼント。キャンペーン期間中、対象ギフトをギフティングすると、ギフティングされたルームは対象ギフトの獲得個数によって、海派、山派それぞれのチームのランキングを決定します。なお、ギフティングの制限はないため、対象ギフトをギフティングされたルームは、両方のランキングにランクインすることも可能です。さらに、勝利チーム側のギフトを送った視聴者には、一律でレインボースタープレゼントの特典もあります。海派 vs 山派に分かれて応援しているチームのルームのチームを勝利に導こう。ということで、どういうことですか。あ、さらにゴールデンウィークはお家で配信しよう AKB48 グループも同時開催ということで、同時開催らしいです。そっちを見ましょうありました。あ、ランキングとかあんねや。いずれかの対象ギフトで2000個達成したメンバーには豪華海の幸か山の幸詰め合わせをプレゼント。さらにメンバーの名前入り限定ルームアバターも実装ということで、対象ギフトが2000個超えたら私が海の幸か山の幸をゲットできると。
そういうことね。そういうことらしい。え、絶対に行くじゃない。あ、なんかざっくり言うとワンの方はなんかその海鮮ギフトとなんか山ギフトみたいなやつがあって、どっちかをこう投げてねーみたいな話らしいんですよ。無料のギフトと100ゴールドのギフトがあるっぽいっす。合わせてだから海鮮が、海鮮のギフト2000個か山のギフト2000個みたいな言ったら、私になんか美味しいもんが届くよみたいな感じです。ザクザクっと話すとね。こんばんは。でみんなはゴールデン、違う、なんだっけ、レインボースターがもらえる可能性もあり、あと私の名前入りアバター、この前のあれみたいなやつですね、バレンタインみたいなやつが、まあ、またゲットできるよ丸みたいなイベントです。わかった？わかった？あ、まさとさん、くまちゃん、ありがとうございます。私はね、やっぱ山に住む人間としては山ですよ。やっぱみんな山を投げてくれ。なんかね、メンバーにはその海ギフトか山ギフトが多い方がゲットできるんだって。だから海ギフトが2000個で山ギフトが4000個とかだったら、山のギフトが、山のその松坂牛が届くらしい、うちには。そう、だからみんな山を送ってくれ。あのどっちかといったら、あの絶対に送れと言ってるわけではないけど、無料のねギフトもあるから、無料のギフトだけでも投げていただけたらと思います。はい、いや絶対山でしょ。いや海鮮もいいけどね。海鮮はもうなんか海への憧れが強すぎて、もっと海に近い県まで行って食べたいみたいな、そうそうそう、気持ちがあるのよ。もう憧れが強すぎて。わかる？わかる？とか言って。松阪牛いいね、さえちゃんに食べさせたい。松阪牛なんて食べたことないよ、そんないいお肉。どう調理したらいいか分かんない。やっぱステーキで食べるのが一番うまいのかな。なんかね、こうすき焼きとかで濃い味付けちゃうともったいない感じしない？どうやって食べるの？その高級和牛みたいなやつってさ、どれで食べるのが正解なんだろうね。食ったことないから分かんないんだけど、怖え。怖え。なんかどう調理したらいいか分からんのやが、って感じで、そういうイベントが明日からやるらしいですよ。よろしくね。しゃぶしゃぶね、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶだな。さあ絶対しゃぶしゃぶしよう。水炊きでしゃぶしゃぶしよう。あのタレつけない、タレっていうかさ、鍋に味つけないでしゃぶしゃぶしたいね。29からね、5月5日までですね。ゴールデンウィーク中ですね、イベントは。そんな感じです。そうそう、なんか今日 LINE で消えたわ、そういえば。いいお肉ほど塩コショウだけっていうか、ただ焼くだけでもいいと思うね。ちょっと塩岩塩かけるぐらいが多分一番美味しく食べれるよね、いいお肉ってね。いろんなイベントやってんだな。やってんだなとか言って、
な感じでございやす。そうですね、届いたら YouTube でやるしかないですね。みんなに見せるしかないですね。まあとりあえず明日は500日おめでとう超パーリー配信ですよね。何も用意できないけど、家じゃないから家じゃないから大したもんは用意できないけどさ、そう気分はパーリーですよ明日は。明日話し会終わってからかな配信は多分。そう、午前中はね移動してたりしてなんかバタバタしてると思うんで。話し会何時ぐらいに終わる？20時前には終わりますもんね。そうだからもう夜かなって感じ。500日って改めて結構すごいね、意外と続いてる。やるやん、自分で言うのもあれだけどやるやん。19時40分まで。じゃあまあ21時とかだったら全部それの片付けとかも終わって部屋戻ってできるかな。ちょっとね正確な時間はまだ分かんないんで明日、連絡しますけど、まあお話し会のあと配信あるなぐらいだけちょっと脳に留めておいていただければ、幸いでございます。400日がつい最近ね、本当に私もつい最近のような感じ。わかる、毎日配信することになったのはなんでなん。でまあ去年おととしの12月にショールームでイベントやってて、でそっからなんとなくこう毎日ねちょっとずつやってたんですよ。そしたらまあこういう状況になりまして、3月4月ぐらいに自粛期間みたいななって、でまあお仕事も全然なくなっちゃって皆さんに会える機会が減ったんで、ショールームだけは毎日やってみんなと毎日コミュニケーション取ろうかなみたいな、そうそうそう感じでやってたらまあ500日みたいな感じですね。そうそういうことです。伝わりましたか？そういうことでした。まあでも日課にはなりつつありますね。確かに確かに。なんか最初はあやっぱ今日何時配信しようやんなきゃみたいな感じだったけども、最近はもはやなんかもう何も何何もないよね。やんなきゃみたいな気持ちは全くないね。もうなんかご飯食べたら歯を磨くぐらいの気持ちで、一日が終わる前にショールームをするみたいな。そう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 、日課、完全に日課な。朝起きて顔を洗うぐらいのもう日課ですね。そう、明日の髪型迷ってるけどサイリン決まってんのか。サイリン決まってます、多分。一応サイリンメンタル強いの羨ましい。それメンタル激弱だよ。たまにめっちゃなんか今日元気ないわって時15分ぐらいで終わったりしてるから、全然メンタル弱いです。なんならメンタル激弱はマジ日本人の中でメンタル弱いランキングやったら多分結構上位に食い込むと思いますね。マジ1年ぐらい前の失敗を未だに思い出してなんかすごい嫌な気持ちになってたりするから、本当になんか脳みそどうなってんのかなって思う。そう、こんばんは、こんばんは。こん
女はあるかもしれない。でもメンタルは本当に弱い。めっちゃ落ち込むし、めっちゃ病む。そう。まあでも10回病んだとしたら、そのうち9回ぐらいはみんなに見せてないので、そう。だからみんなの想像の10倍は病んでますね。何の告白って感じなんだけど。そうそう、サリンこんばんは、こんばんは、こんばんは。すごいランキングでしょ。私を見るの日課になった。見ないと一日終わった感じしない。見逃したらさ、絶対みんな悲しんでくれてるよね、いつも。ね、過ごしたみたいな、すごい何優しいコメントいただく。悪いことは寝て忘れる。でも私マジで一晩寝たらすごいケロリンチョってなるから、まあ、あれだよね、夜布団の中で病むのは全然いいの。もう寝たらもう数分後には寝るから別にいいんだけど、朝とか午前中に嫌な気持ちになった瞬間もう終わり。あー終わったーみたいな、今日一日のメンタル終わったーみたいな。それはあります。寝たら忘れますね。でもそう、寝たら忘れるけど、また数日後とかに思い出してまたなんかすごい病むので、まあ、結局いや思い出すよねって感じ。芸能人やってる時点で波以上。いやーそんなことはねえ。そんなことはねえです。嬉しい、そんな風に言っていただいてありがとう。病んだらパン焼いて元気出す。病んだらね、そうだね、うん、まあ毎回ではないけどパン食べよっつって焼いたりする時もありますね。サリンのこと好きになってから病むことやった。本当？精神安定剤に慣れてんの？やば。アイドル冥利に尽きるね、それは。泣きたくなったら私の胸でお泣きよ。やば。めっちゃ心イケメンの人おる、コメントに。仕事終わって配信通知来てたら病む。それな。ね、みんな言ってくれるよね、寝過ごしたとか仕事で見れなかったみたいな、すごい落ち込んでくださるのでね、みんなの見えやすい時間にやるようには心がけてるんですけど、そう、私のねお仕事のなんか時間とかもあるから、できるだけね見てもらえるようには頑張るけど、まああんま落ち込まないで、まあ、明日見れるしなっていう気持ちで言ってください。明日もやるんで、どうせ。配信見てたらよもり駅で降り忘れた。いや、クレニャンや、よもり駅は。ビンゴのクレニャンの言い間違いや、それは。いや、反対の電車乗ってください。私もやるけど、たまにね。2回か3回ぐらいやったことありますね。降りる駅で降りそびれて、あみたいな。病んだら、吉目を見れば一瞬で復活。やば、強い、みんな。何、精神安定剤に慣れてる、最高。ファンはサイリンの明るい声で元気をもらってると思います。マジでアイドル冥利に尽きるよね。そんなやっぱ元気を届けようと思ってやってるからさ、やったぜ。ショールームもアーカイブがあれば、基本的にはね映像倉庫に残るんじゃなかったかな。そのすぐじゃないけどちょっと経ったらですよね。カラオケとかはなんか著作権とかの関係であかんらしいけれど、基本的には映像倉庫残るみたいな話を聞いたり聞かなかったり聞いたりしておりますよ。もしうん、余裕があれば、まあ見逃した時は見ていただければ。アーカイブでも残したらいいよね、 YouTube ライブとかそういう感じでね。だったらねいいんだけど、まあそうもいかないと。ショルマンもな、多分ライブ感をこう大事にしてるアプリやからな、多分ね、知らんけどね。サリーに短所なさそう。短所しかないよ、足遅いとかさ。足遅いとか運動神経とにかく悪いとか、そう、声があまりにもでかい時があるとか。
こんばんは。サイリンに笑ってもらえれば辛いこと忘れるのは確か。すごいね、すごい、よかった、みんなの癒しになれてて。ファンの方いましたね、推しメンが病んでると自分も病んじゃうみたいな言ってくださるから、そう、めっちゃ私と精神共に応援してくれてるんだけど。初めましてよ、こんばんは、ありがとう。明日の話し会でサイリンから癒される予定です。癒しちゃいます、明日は特にね。こんばんは、こんばんは。短所は長所でもある。で、足遅いはもう長所になりえなくない？運動神経悪いのと、運動神経もうちょっと良かったらね、いいのになって思うけどな。すげえすげえ思う、めっちゃ思う時多い。そう、思ってあげたくなるタイプのアイドルもいる。まあでも持ちつ持たれつじゃない？ファンの人はみんなね、推しは守ってあげたくなるんじゃないかな。どうなんですかね。何かできることないかなって思いますよ。あ、推しが病んでる時ね。推しが病んでる時に何もできなくて自分もや、でもね、あれですよ、ふと思い出す、病んでるとこから復活するポイントの一番のでかいところは、いや、応援してくれてるファンの人いるしな、ガーンみたいなそう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 、そんな感じです。そこでね、あ、回復みたいになりますね。そう、何を悩んでたか分かんないぐらい元気になりました。よかった、今日の配信見てもらって。そう、いや本当にね、あれですよ、例えばなんかやっちゃったみたいな、めっちゃ叩かれちゃったみたいになった時に一回やむやん多分。でも、いや待てよと、さらにはまだこんなに応援を続けてくれてるファンの人がたくさんいるんだから、なんかこの失敗をしないようにこれからすればよくないって、そうそう、で復活するんですけど、そう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 、それをまた後日何ヶ月後かとかにパッて思い出した時にあん時こうしとけばこんなことにならなかったのにみたいな病み方をするっていう、なんて効率の悪い病み方なんですかね、わかんないんですけどね。ほんと、ほんとそういう感じで生きてます。そんな感じですね。まあでも、まあ、自分で掘り返すのは良くないと思うんですけど、何回かこういろいろ出現したりして、いやまあ思ってたのとは違う受け取られ方をしたみたいなことが主なんですけど、方をして病んだことはあるけど、それでもこんなにさやの応援を続けてくれてるファンの方がいるから、そう、よかったって感じ頑張り続けて本当にここはもう頑張っていこうって感じですね。ファンのね、応援してくださる方がねいる限りは頑張っていきたいですね、本当。そうそうそう、いや私1年もう3年とか前かな、3年とか前のさ失敗とか未だに思い出してた。さあの時こうしてればよかったのになみたいなさ、未だに思うのよ。いまだに思い出してすっげえへこむんですよ。なんなら昨日とかマジかメンタル死んでたんですけど、午前中、あ、昨日はでもご飯食べたら回復したんで、あれなんですけど、くそ、食いしん坊だったおかげで回復したんであれなんですけどいまだにそのああこうしとけばよかったなとか思うけどさ、今更さそんなのをさ考えたところでさ
どうしようもないじゃん、過去に戻れるわけじゃないし。いや本当タイムマシーンを今すぐ開発してくれって感じはするんだけど。そう、お疲れ様です、ありがとう、こんばんは。今さら考えてもしょうがないのに、なんで人間って考えちゃうんだろうねっていう、不思議だよね、ほんと不思議。ご飯食べたら回復する時もある。そうでね、ご飯食べるってより作るのが超ストレス解消なんですよ。私料理作り超趣味なんですけど、なんか料理してる間って余計なこと考えられないんですよ、忙しくて。あ、火つけなきゃとか、あ、もうすぐ沸くから弱めとかないと溢れちゃうとか、きゅうり切って、レタスちぎってトマトも乗せようかなみたいなことをずっと考えるから、料理中って。それ以外のこと、料理以外のこと考えられないんですよ、料理してる時って。なんか料理ね、その最高の趣味なんですよ、みんなおすすめ。なんかいろんなこと考えすぎて悩んじゃう人とかにはマジ料理超おすすめだと思う。そう、嫌なこと思い出すのは生物の危機回避能力。でも言いますよね、なんか100のいいことより1の嫌なこととか、なんかマイナスなことがやっぱ気になっちゃうのは、もうなんか生きていく上での、そうそうそう、危機回避能力らしいですね。なんかこの前ツイッターで見たんだけどさ、なんか例えがあって、そのあの山でめっちゃ美味しいキノコとか山菜取れるよっていう100の情報より、あの山になんかめっちゃでかいクマが毎日のように出現するっていう1の情報があったら、その山入れないじゃん、怖くて。そう、そういうらし、そういうのがあるらしくて、やっぱしょうがないっぽいです。なんかもう人間の脳みその作り的に、そう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 、もうちょっとなんかいいバランスなかったのかな、人間の心って感じはするんですけど、まあもう進化の過程でしょうがないよね、それはね。過去に戻って変えたら今はなくなっちゃうかも。なるほどね、あのパラレルワールド的なこうなっちゃうからね。そういう考えもありますよね、タイムマシンで戻ったら。なんかそのあるはずだった未来はまた別の世界でこうつながっていて、今自分が変えた未来はまた別のパラレルワールドだみたいな考え方もありますよね。どうでもいいなそれこんばんは、こんばんは。暇だと悪いこと考えるんで、やっぱ忙しくするって大事ですね。仕事とか勉強でマジ忙しい時一番充実してたもん。今とかこう暇な時マジでなんか人間として終わってる気もする。そう、浜辺で遊んだことより海で溺れたことの方がよく覚えてる。いやそうなんですよ、やっぱね危険なことを思い出すらしいっすね、嫌なこととか落ち込んだこととか、マイナスなことが思い出しやすいですね。こんばんは、こんばんは。運命論者ですか、なんだろう、どういう思考回路だったらそれなのか分かんないけど、なんかそのパラレルワールドみたいな小説か漫画か映画かなんかお話ありませんでしたっけ、見たことないけど概要だけ知ってるな。でなんかそういう考えもあるんですよね確か。まあでもタイムマシンとか絶対作れないと思うから、そんなことを考えても無駄説はある。こんばんは。絶対無理だと思うんだよねタイムマシーンって。タイムマシーン何億年経ってもきっと作れないと思う。どこでもドアとタイムマシーンは無理だろうなって思う。そう、現実的にそう、でもなんか夢はあるけどね、もしできたらみたいなね。こんばんは。
え、でもさ、質量のさ問題的にさ、タイムマシンとどこでもドアはちょっと無理じゃない？ちょっと無理じゃない？うん、そう。デロリアン号に乗ればいけるかも。デロリアンってインディン、違う、あれか、なんだっけ、あ、ユニバにあるやつ、いや、あったやつ、もうなくなっちゃったんだっけ、あれ、出てこない、出てこない、作品名が。さやのめっちゃ、あ、バックトゥーザフューチャー、それさやの大好きだったやつ、もう今なくなっちゃったんだけどさ、バックトゥーザフューチャー乗りたいな。どこでもドアはファックスみたいな感じなら送れそう。でもなんかのさ、記事か誰かのブログとかで読んだのかわかんないんだけど、ちょっと出典がわかんないんだけど、なんかあれですよね、なんか、あ、その人のやつであったのは、もしどこでもドアを作るなら、人間を分子レベルで分解して、でその分子情報をその出口のどこでもドアで読み込んで、で人間の形を再構築してやるのが、そう、一番現実的だみたいな、やるなら、作るならそれしかないみたいな言ってたんだけど、それができたらすごいよね。分子レベルで分解かみたいな、厳しいなーっつー話ですね。そう、それ再構築すんのか人間を、みたいな、難しいですよね。脳みそとかさ、あれじゃないですか、分子とかでは説明できない作りしてるじゃん。なんかだって分子、体内を形成する分子一個一個にさ知識を入れてるわけじゃない、記憶を入れてるわけじゃないじゃん、脳みそとかって。でもこう覚えてられるわけじゃん。だからその大丈夫なのかなって感じだよね。どうなんでしょうかね。空想科学特攻って知ってる？そんな感じの話が書かれてる。空想科学特攻ってあれでしょ？アニメとか漫画の世界を現実でやったらどうなるのかみたいなさ、大真面目に計算してるやつでしょ。あれめっちゃ図書館で借りて読んでたよ私。あれおもろいですよね。リアルに考えるとなんかムズムズ。そうですね。ザ・フライという映画がその理論を描いてた。あー、映画があるんだ。じゃあその人が書いてるのはそれについてだったのかな。ちょっと調べてみよう今度。2箇所にコピーしたら同じ人が2人できてしまうとか、でもなんかね、起きちゃいそうだよね。翻訳こんにゃくはできそう。翻訳こんにゃくはもう股間だけでこんにゃく使ってるからね。いけるね。ドラえもんのさ中でもさ作れそうなものはまああるよね。そう、アンキパンとかあったらマジ夢だけどな。めちゃくちゃ夢あるよね。数学のテストのために数学の公式書いたパン食べてそれで挑みたいよね。で公式サラサラサラってテスト中に思い出せてさ、に当てはめて解けるやん。めっちゃ楽じゃない？超いいよね。暗記板とかって消化されちゃったら時間過ぎあんのかな、消化されたら消えるみたいなのあるのかな、どうなんだろう、わかんないけど、数学の公式とか覚えられたら最高なんだけどな。
こんばんは。でさ、ドラえもんあんまりアニメ見たことないし、漫画も読んだことないからあんまり知らない秘密未来の道具です。4次元ポケットの中身あんまり知らないんだよな。そう、あんまり知らない。アンキパンやっぱ時間制限あんのか。じゃあ朝食で食ってくしかないっすね。数学のテストの日はアンキパン食べて公式覚えていくしかないっすね。ポケットトークが、出てきた時、ついに翻訳こんにゃくが叶ったって話題になった。あ、そうなんだ。あれすごいよね。あれ、あの時使ったよね、なんか。劇場に海外のグループさんのメンバーさんがこう来た時、なんかあれでお話ししてたよね、確か。あれポケットトークじゃなかったかな。多分そうだったと思うけど。あれすごいよね。喋ったやつをさ、すぐさ、翻訳してこう喋ってくれるんだよ、機械が。すごいよね。ドラえもんいるだけでもう相当嬉しい気がする。いや、それな、めっちゃ楽しいよね、毎日。やっぱ嘘8ね、嘘8の話は本当に泣けるよね。映画だけ見に行ったんですよ、あのスタンドバイミードラえもんだけね、唯一映画、違う、ドラえもん作品で見たことあるんですけど、あらいい話ですね。嘘8バカ泣いたけど信じられん量泣いたけどね。ドラえもんが単純に可愛いから欲しい。いや、それな。でもさ、ドラえもんってさ、そののび太の家にいるドラちゃんはさ、耳かじられちゃって、で青くなっちゃってるじゃん、本当は黄色なのに。でもさ、のび太の家にいるドラちゃんだけじゃん、あのもフォルムなのは。今猫型ロボット買ったら黄色の猫耳ついた子が来るやん。ちょっと違うね、やっぱあのドラちゃんが来てほしいよね。あのまん丸いドラちゃんが来てほしいよね。ネズミが嫌いなドラちゃんに来てほしいところではあるよね。実際近くに来てもらうのを知ってやれば。なんかあれなんですよね、なんかね、概要だけほんのちょっとマジ知ってんすよなんかそのなんか子孫ドラん、そうのび太くんの子孫のなんとかくんがすごい貧乏だと。それでなんかその当そのな未来ではそのジャンク品みたいなドラちゃんしか買えなかったんだよね、確か。高性能のやつが買えなかって、であのドラちゃんみたいななったんじゃなかったっけ、のが来たみたいな。送り、そう、あのもう貧乏なの嫌だからどうにかあの静香ちゃんと結婚してくれみたいな感じで来たんじゃなかったっけ、違ったっけせわしくん、せわしくんね、せわしくんマジで覚えられん。チケさんこんばんは、こんばんは。ドラえもんテレビでは悪者のジャイアンが映画ではすごくいいやつになるね、よく言われてますよね。なんかみんなジャイアンもあののび太もスネ夫もみんな一致団結するよね。うん、こんばんは。でもすごいよね、ドラえもんとかさ絶対機械でできてるのにさ、かじられて青くなっちゃうってすごいよねきっときなんか特殊な素材なんだろうな、未来だし。うん、でもすごい面白いですよね。どら焼き食べるし、それな。え、
さ何が原動力で動いてんの？充電とかするの？そういえば泣き続けてメッキが剥がれた。あ、メッキなんだ、あの黄色って。メッキの内があんな鮮やかな青なんだ、すごいね。あ、そうなんだ、それは勉強になった。なんか泣いて真っ青になったのかと思ったけどメッキが剥がれちゃったんだね。うん、かわいい。あ、そうだ、食べ物エネルギーに変えるんだよね確か。なんかそうそう、原子炉がこう体の中にあって、そうそう、それ思い出した思い出した。そうだよね、ご飯食べてそれをエネルギーに変えてんだよね。マジすごいね。なんかどら焼きが原動力なんだ。ドラえもんそんなどら焼き好きなんだね。のび家にはどれぐらいのどら焼きをあれしてんだろうね、スタックしてんだろうね。やば、ちょっとドラえもん1から読みたくなってきたな。あ、何巻まであるんだろう、いくらかかるんだろうね全部買ったら。神奈川にあるドラえもんミュージアムめっちゃ可愛いからおすすめ。神奈川にあんだ、行きたい、めっちゃ行きたい。ドラえもんフォルム超好きだよ、可愛いよね、丸っこくて。あれだからね、キャラクターの中で唯一何も見ずに描けるのはドラえもんだけだからね。ドラミちゃんはメロンパンが好き。そうなの、一緒じゃん私と。やった、仲良しだね。ドラミちゃん可愛いよね。さやのメガネドラミちゃんモデルだったんだけど、1個前っていうか家でつけてるやつ、普段マジ可愛い。そう、ドラえもんおもろ。全45巻。そうなの、意外と少ないの。もっとなんか100何巻200何巻とか言ってるかと思ってた。じゃあさ、ドラえもん45巻しかないわけじゃん。今アニメでやってるのはもうアニメオリジナルストーリーみたいなことなのかな。ずっとやってないドラえもんって。やってるよね、意外と少ないんだね。こんばんは、こんばんは。ドラえもんの力は 129.3 馬力。なんかの数字ですか、なんかの数字かな、ピンとこないな、数字に弱いタイプの人間なんで。なぜかドラえもんだけタイムパトロールに捕まらん。なんか逃げてる時とかたまにありませんでした、なんかあの時計がいっぱいある世界の中なんか逃げてる時ありませんでしたっけ。試験さんはじめまして、お、こんばんは、ありがとう。身長と体重と馬力が同じ。あ、そうなんだ、 129.3 点3がきっと作者さんのこだわりなんだろうな。2112年9月3日に生まれた。あ、そうなんだ、そっから撮ってるんですね。あ、じゃあもうめっちゃ数字一緒なんだね。9月3日なんだ、勉強になるな。ドラえもんってさ、すごい特殊じゃない、なんか誕生日マイナス何年の誕生日ですみたいな、なんかいつもやってませんねえ、いつもそうじゃない、9月3日ぐらいにさ、ツイッターとかでさ話題になるけど、マイナス何歳みたいな特集みたいな。トメさん、クマちゃん、ありがとうございます。でも結構本当に未来なんだね、2112年。まあ90年後ぐらいか。生きてるかな私。ドラえもんみたいなやついたらいいんだけどな。誕生日なんて知らなかった。尻尾がスイッチで引っ張ると止まる。そうなの、めっちゃ急所すごい引っ張りやすいとこにあるじゃん。そうなんだ、スイッチそんな見えやすいとこにあるんだね。あのちょこんってついてるやつでしょ。そうなんだ、知らなかったな。
そういえばさ、ドラえもんって猫型ロボットだけどさ、尻尾は猫っぽい尻尾じゃないんだね。猫ってこううにょーんって長い尻尾だけどさ、なんか丸っこくないですか尻尾、ドラちゃんの。そこは猫型じゃないんだね。そういえば考えてみたら、尻尾スイッチなんだね。みんなドラえもんに詳しいですね、本当に面白い。気になってきた、ドラちゃん。でもドラちゃんマジフォルムは最強に可愛いですよね二頭身ってすごいね。二頭身、あ、なんかあの3ミリぐらい浮いてるみたいな設定もありますよね。ずっと歩いてるように見えるけど、なんか3ミリぐらい実は浮いてるみたいな、エアホッケーみたいな状態ってことでしょ多分。浮いてんだよね。未来すぎるえ、そうかね。129キロあるんでしょ、だってめっちゃ重いじゃん。めっちゃ重いのに浮いてんのすごない？ドラえもん足音ないらしいですよ。あ、だから靴も履かない。あ、なんかそういうあれがあるんだ。確かに靴下とか靴履いてない、丸っこ足だもんね。へえ、奥が深いねドラえもんって。ちょっと面白いね、楽しくなってきちゃったな椅子座るときも浮いてるのかな。どうなんだろう。でもさ、普通の普通のご家庭のさ椅子129キロとかドンって座って耐えれるのかな浮いてんじゃない座ってても。そう、どうなんですかね。こんばんは、ドラちゃん。どうなんですかね、気になる。そこまで知ると気になるね、逆にね。なんかドラえもんぐらいのアニメの話だったらみんなで話せていいね。うん、最近のアニメだとさ見てないよって人もきっといるだろうけど、ドラえもんぐらいだったらマジ全世代知ってるやん、絶対ほぼ世代知ってるやん。いい話題ですねこんばんは、こんばんは。ドラえもんが正座してるシーンあるな、そういえば。あれも浮いてるんですかね、どうやってできてんだろう。ドラえもんが足長に憧れて、そうなの、めっちゃ可愛いじゃん足長いの憧れてんの、ドラちゃん可愛いね。なんかドラも知れば知るほど可愛いですね。押し入れの段めっちゃ強い。確かにドラえもんってさ、押し入れの2段目で寝泊まりしてるよね。押し入れってさめっちゃ補強してんのかな、ドラえもんのためにそれでも浮いてんのかな、寝てる時も。どうなんですかね、ドラえもん気になるな。知りたいことたくさんですね。うちにもドラえもん来てほしいな、一緒に暮らしたい。ドラえもん以外の国民的アニメ、まあ、サザエさんとか、あとなんだろう、サザエさんはマジで超国民的じゃない、長いでしょだって歴史が。ドラえもんのおかげで日本人はタイムマシンとか理解してる。でもイメージしやすいですよね、なんか海外の人の思い浮かべるタイムマシンとさ日本人が考えるタイムマシン、ちょっとギャップありそうじゃない。やっぱ海外の人はそのやっぱバックトゥーザフューチャーみたいなさ感じだけど、日本人大体の人多分ドラえもんじゃない、ドラえもんの感じ、あの時計、歪んだ時計いっぱいあるうにゃうにゃの世界ちょっと思い浮かべちゃいません
さんのオープニング長野県だよね。この前なんかショールームで教えてもらった。そう、あれどれぐらいのあれで変わるんだ、1ヶ月とかで変わるのかな。なんか嬉しいですよね。ダリの絵みたいな時計、いやそれなダリのあのうにょんってなった時計ね。いやマジで的確すぎる例えですわそれは。ドラえもん海外でも人気、あそうなんですね。日本のアニメとかって結構海外でなんかこう英訳されたりして楽しまれてるって言いますもんね。めっちゃ何カ国語とかに訳されてるみたいな。あちびまる子ちゃんもね確かに国民的アニメの一つですね。サイリン世代だとパーマンや忍者ハットリくんはなんとなくわかる感じ。いや私は結構なんかいろんなもの見てるからそのビジュアルは浮かんでるんですよ。でも私の世代は多分知らない人の方が多いと思う。多分私の友達にパーマンって知ってるって聞いても多分わかんないと思うよ忍者ハットリくんもわかんないと思う。そうだから私結構特殊だから知ってるけど、あの同年代の子は知らない人の方が多数だと思います。多分ね、統計取ったわけじゃないけど。ドラゴンボールは小学生の時とかは兄ちゃんとかお父さんが見てたから一緒に見てたけど、あんまりその積極的にというかちゃんとは見てないかな。そう、何お化け知ってる？あんま知らない。九太郎、お化けの九太郎みたいな、あんま知らないですね。怪物くんはアニメやってたんですか？わ、わかんない。漫画とかアニメはわかんないけど、あの小学生ぐらいの時かな、なんかドラマやったんですよ。で結構クラスで見てる子とかも多くて話題になったんで、ドラマはわかるけどなんかあんまアニメとかはわかんないです。そう、まあ、存在は知ってる。だから多分私の世代は多分ドラマで知ってる人がめっちゃ多いと思う。うん、そうそうそう、大野さんがねやってらしたやつ、腕伸びたりするやつね、にょーんってそう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 、多分あれさ小学生ぐらいだったと思う。だからさ、あの友達とかもみんな多分怪物かって言ったらあのドラマを思い出すはずです。ウーロン茶の CM とかしてませんでしたっけね。ドラゴンボールのアニメの前があられちゃんしてた。ああそうなんだ、ドラゴンボールの世代だな、そしたら私のちっちゃい頃は。うん、知らない、名前だけ知ってるけどみたいなやつ多いですね。でもあんまりお話知らないかな。私は本当にプリキュア初代がめっちゃ世代なんですよ。全然記憶ないけど、そう、私の記憶はないけどプリキュアの初代が世代なんですよ。そう、だからもうがっつりプリキュア世代ですね。でもあんまりさプリキュアにそこまでハマんなかったのであんま覚えてないです。あまり覚えてないですで日朝はうーん、日朝って何やってたかな当時さやの時って。まあ仮面ライダーとかなんとかレンジャーみたいなの絶対やってたんですよ。兄ちゃんと一緒に見てたんで絶対やってたんですけど、他何やってたんですかね、あんま分からん。プリキュアサインはハマらなさそうで納得
バレたか。プリキュア見てラクロスしたくなった。ラクロスって初代でしたっけ確か。でなんか影響ありますよね、アニメの影響みたいな。ウルトラマンマジ世代じゃないっす。ウルトラマンで、ね、多分もうちょい上じゃないかな世代は。お兄ちゃんとかかな。あポケモンやってたかも。えどうだろう、ポケモンやってたかも、もしかしたら。そう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 、プリキュアって道徳的に良さそう。え道徳的にはマジ120点満点のアニメだと思うよ、プリキュアって。ほんとそう。仮面ライダーはイケメン出てるよ。なんか仮面ライダーからこう売れる俳優さん多いみたいな言いますよね。ねえ、やっぱ顔採用なのかな。イケメンが受かるんですかね、オーディションに。どうなんですかね。登竜門ですよね、でも俳優さんの。結構朝ドラと仮面ライダーは登竜門感ありますよね。ゲゲゲの鬼太郎もやってた気がする、9時ぐらいに。アンパンマンはマジで早朝でしょ、5時半とか6時ぐらいにやってません？マジ早朝にやってるよね。で私は早々に日朝のアニメを見ることに飽きて見なくなったんですよ。結構短かったの、私がまともに見たの。でも唯一かなり大きくなるまで日曜日の朝早起きをしていて見ていた番組がございまして、7時半からやってる所さんのメガテンですね。あのもうアニメじゃないんですよ、日曜日の朝アニメじゃないの、私にとっては。もう所さんのメガテンでおもろい実験とか調査を見るのが何よりの楽しみ。そう、一番面白いんだから、一番面白いんだから本当に。あれね、子供の頃ずっと見てたね。あれが一番の楽しみだったね、日曜の朝。みんな日曜日の朝ってこうアニメを楽しみにしてるはずなんですけど、私だけはメガテンだけ見てました。7時半に起きてメガテン見て、メガテン終わったらもうテレビいいやみたいな。うちの兄ちゃんとかがなんか残りのやつ見てた気がする。好きでしたね。まあそんな感じであっという間に1時間経ったので終わりにしようかな、配信も。今月もあと2日で、今月末最強じゃないマジ、お話し会2日間やって今月が終わるって、4月の締めくくり最強すぎん、やば、楽しみ。ランキング見ます。13位ケンケンさんありがとうございます。12位バイコトさんありがとうございます。11位かぼちゃ先生ありがとうございます。10位ピアノマンさんありがとうございます。9位はさっぴさんありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位中谷フェスタゴーさんありがとうございます。6位マサトさんありがとうございます。5位ケロンさんありがとうございます。4位ヤツさんありがとうございます。3位チュンチュンさんありがとうございます。2位マンダリンさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。ありがとうみんな、ありがとう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 。さっきコメントで今日めちゃハイテンションって書かれてたけど、なんでこんなハイテンションなんですかね、わかんないけど、きっと明日明後日が楽しみなんでしょう。みんな明日はお話し会よろしくね、よろしくね。また明日会おう、バイバーイ。